はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。今回はですね、スリーブケーブルについて、ちょっと動画の方をアップしていきたいと思います。自分、とりあえず一回やりまして、まあ、大体ですね、スリーブ化の方終わったので、まあ、初めてね、これからスリーブ化したいなっていう方のですね、まあ、ちょっと参考動画になればと思って撮り始めました。で、まずスリーブ化するにあたってですね、まあ、どこからね、何を買えばいいのかなということでですね、自分のおすすめとしては、まあ、こちらですね、オリオスペックさん、こちらの方でですね、スリーブケーブルとかピン抜きとか、まあ、いろいろ道具、材料関係、一式揃うことできると思います。で、まあ、こういったピン抜きとかですね、あとはまあ X ゾーンモッドさんから販売されてるスリーブケーブルですか。あとヒートシュリンクなんかもこちらで購入できるんで、まあこちらでですね、購入しちゃえば、全て一つのお店で揃うかなと思います。で、それとですね、あとそのスリーブケーブルそのものなんですが、まあ、こちら今自分使ったのが4ミリスリーブと呼ばれるものなんですけどね、3ミリスリーブ、4ミリスリーブと2種類ありまして、3ミリスリーブはまあ細い、まあ、そのままですね、PC 内部につけた時にすっきりした印象になるらしいです。で、4ミリスリーブの方がですね、まあ迫力のある感じ、施工性の方もしやすいという感じらしいですね。で、今の主流はほとんど4ミリスリーブの方が主流になっているらしいです。で、そうですね、もっと分かりやすく言えば、シルバーストーンとコルセアなんかから出てるポン付けタイプのスリーブですか。あちらの方は確か3ミリスリーブだと思うんですよね、写真見ると。で、やっぱこう PC 内部通した時にちょっと迫力に欠ける感じが写真からもう分かると思うんですけれど、こちらはですね、そういうことがなく、かなり迫力ある感じで、できるらしいですね。で、自分は4ミリスリーブ今回選びました。で、その他にですね、注意する点としてはですね、そのスリーブケーブルのこの透明度なんですね。ですね、わかりやすいのが、これか。これ PCI のビデオカード用の、まあ、ケーブルなんですが、これ表3面は下のビニール被覆が黄色です。で、裏がですね、確か全部黒ですね。で、赤、こちらちょっと見てもらえば分かるんかな。左が下がビニール黄色、右が黒、仕上がりの発色がだいぶ変わります。で、一番透けそうなですね、白、こちらはね、全然下黒塗装が何しようが変わらないんですよ。要はそのイメージ的にはりんご飴の飴の部分ですね、透明な赤だとですね、下が透けてしまうと。その代わりですね、もうべったりした全く透明度のない白、こういったものならばですね、下のビニール被覆の色に影響することなくですね、同じ色が仕上がると。なんで、まあ自分がこの配線を組む時にですね、まあスリーブ化する時に、まあ、純正のその配線の色をですね、そちらの方を考えて、まあ何色かうまく使い分けるとですね、あまりこう色の違いですか、赤でも黒い赤、明るい赤とですね、あまり分かれないような配色をした方がいいと思います。で、どうしてもダメだ、気に入らないっていう方はですね、下のビニールごと交換してしまうとか、まあそういう時に必要になるのが、まあソケットだったりピンだったりするわけですが、まあ、オリオスペックさんの方はね、そういうソケット関係なんかも全て売ってたので、まあこちらは便利ですね。まあ自分今回は下の配線は全く変えてません。純正のままですね。で、まあ実際はこういう風にビデオカードに刺さるんで、まあこちら右の一番奥のちょっと黒ずんでしまった赤はですね、もうほとんど見えなくなってしまうんで、影響の方はないのかなと思ってます。でですね、もう一つ、あとはそのスリーブ化にするにあたって、その一番
完成度に関わってくる部分なんですが、このスリーブの長さがまずですね、このソケットの終わり、ここぴったしに揃ってるかどうか、あとはスリーブの長さですね、こちらが綺麗に揃ってるかどうか、この2点に限りますね。こちら2点がもう綺麗になってないと、結構見た時っていう感じになってしまいますね。あともう一つはですね、このスリーブ自体、こちらをですね、スリーブか、まあ、通すわけですが、その時に、まあ、テンションをかけて通す方法と、全くテンションをかけないでフリーの状態でね、こうヒートシュリンクで固定する方法とあると思うんですけれど、自分は全て今回テンション結構強めにかけてこれスリーブ化しました。で、4ミリスリーブだと、まあ引っ張ってやるとですね、これ完全抜けちゃうので、一度接着剤の方で仮止めしてですね、でヒートシュリンクの方でさらに固定してやると、そういう感じになってます。で、ネットの方なんかでも作業の方法ですか、まあ結構出てるんですけど、そちらの方はまあ使えたり全く使えなかったりといろいろですね。まあ自分この実際長さですね、まあ印通りぴったしに切って、このスリーブに通すとかなり短くなってしまうんですよ。で、片方は印に合わせて、もう片方はですね、その縮み部分を考慮して、まあ同じところでですね、全て切ると。そういうふうにしないと、まあ全然配線のこのスリーブの長さが足りなくなっちゃう症状が出まして、まあ自分なりにですね、その都度考えて、自分が使ってるそのスリーブの種類によってもですね、まあメーカーとかですか、そういう種類によっても、まあ伸び率とか変わってきちゃうと思うんで、そこら辺は調整しながらですね、やっていければいいのかなと思ってます。で、4ミリスリーブのそのヒートシュリンクなんですが、結構太めですね。で、太めで、まあ潰れてない丸々のものが送られてきて、まあそれカットするんですけど、まあ平らに切れないんですよ。まあ丸い状態でちょっと太めなんでね。まあヒートシュリンク、こういうふうに熱かけて潰した時にどうしてもずれてしまうような症状が出ちゃいまして、自分今回ですね、こちらの方で全て対応しました。これ4ミリのホームセンターで売ってるヒートシュリンクですね、収縮チューブ。こちら4ミリなんで、ほんとぴったしなんですが、まあ、ですね、こちら、もうすでにべったり潰れてるんですよ。この売ってる状態で。あ、ちょっと、こっち。これですね、見てもらうとわかるんですけど、ほら。こういうふうに潰れてるんで、まあ、切るときにですね、まっすぐ切れる。まあ、丸いものをまっすぐ切ろうとしてもですね、切り口こういうふうに湾曲しちゃう状態になってしまう場合があるんですが、まあ、こういうね、もう潰れてるものならば、もうまっすぐ切ればまっすぐ切れるんで、まあ、こういったものを使った方が綺麗に収まるかなと思います。ただね、太さが本当ギリギリなんで、まあ、ほずれ防止のですね、ライターで炙るとか、まあ、適当にやると全く通らなくなってしまうというね、まあ、なんともやりにくい感じもあったんですけれど、まあ、一本一本丁寧にやればですね、まあ、結構きれいにできますね。あと、必要なものとしてはですね、こういったプラスチック用のニッパーですね。まあ、こちらがこう平らになっている、こうかなり切れ味のいいものを用意した方がいいです。スリーブケーブルなんか切るときですね、もう切り口悪いので何回も切ってると、もうほずれちゃって汚いので切り口が。なんで自分はですね、新たにこういうプラスチックカッターを購入して、これで1200、300円ですかね、1つ。まあ、こちらの方で全てヒートシュリンクの方とスリーブケーブルの方はカットしました。で、できるだけ口に触らないように、ほずれないようにして、まあ、ほんと軽くですね、炙ってほずれ防止をして、カルチャー整えると。炙った後広げたままの方が抜きにくいとかいう方もいるんですが、もう何やってもね、これテンションかけて引っ張ってる時点でもう抜けちゃうんで、接着剤の仮止めはもう必須なんでね、そういうふうにしました。で、なんで引っ張ってわざわざ面倒くさいことやるのというとですね、こう
曲げた時の綺麗さが全く変わってくるらしいんですね。やっぱテンションかけてこう加工というか施工というかですね、してった方がですね、こう曲げた時のそのスリーブのこの見栄えがかなりいいらしいですね。なんで自分は全てですね、結構強めに引っ張り気味で今これやってます。なんでヒートシュリンクだけではもう全く止まらない感じですね。全て接着剤なので仮固定して、でヒートシュリンクはほんと飾りみたいな感じになっちゃってる部分がありますね。ヒートシュリンクレスというやり方も今あるらしいんですが、自分は一応ですね、ヒートシュリンク付きの方が自作っぽくていいかなということで、ヒートシュリンクの方は入れました。で、あと、そうですね、どうですかね、初めてやったにしては、揃ってる方だとは思うんですけどね。あと24ピンなんか、これもそうなんですけど、要は1つのピンから2本出てるとかってあるんですよね。で、こちらの方をですね、こっち側は全てまた揃ったヒートシュリンク4ミリのが下に入ってるんですけれど、こちらその1本から2本出てる部分ですか、ヒートシュリンクちょっと太めのでかけると、もうこのソケットの中にピンが入らなくてですね、どうしようもなかったんで、ちょっとこう大きめのヒートシュリンクで上カバーしてですね、1本でまとめちゃうような感じを取っちゃいました。なんでね、ヒートシュリンクの方は自分で、ホームセンターにいくらでも売ってるんで、用途に合わせて買っといた方がいいのかなと思います。あとはですね、とりあえず4ミリスリーブを使って、下のビニールですね、その自分が使うスリーブが透けるタイプなのか透けないタイプなのか、透けるタイプのもの色を使う場合には下のビニールの被覆の配線の色ですねに注意して施工すると。で、こちらが24ピンですね。これ X ゾーン元さんの方で売ってるなんか固定できるやつも買って入れたんですけれど、こんな感じですね。これはほんと最初の方にやったやつなんで、かなり 上手じゃないです。ヒートシュリンクはね、まっすぐ通すことはできたんですけど、どうしてもこのスリーブケーブルがうまく止まらなかったですね。こういうふうに実際マザーボードの方には入ってしまうんで、それほど、どうだろうなっていう感じで、一回とりあえずつけてみようと思ってます。で、ついでにこれ電源ですね。今回自分が使用する電源がこれです。オールテックさんの、シーソニックですね。ちょっと 1000W80 プラスプラチナ、ちょっと大きいんですけどね。ビデオカードまだ実際決まってないんですけれど、290290X780770 で、将来的には2枚差ししたいなっていうのを考えるとですね、860W だとちょっときついと思うんですよね。290X に関しては TDP300W らしいんで、2個差しても 600W になっちゃうんでね。一応ちょっと大きめの電源変えました。ギリギリ電源使ってるようだとね、トラブル起きちゃってどうしようもないと思ったんで、とりあえず保険です。で、こんな感じですかね。かなり過酷な作業になるとは思うんですけれど、コツコツとですね、ただそれに見合うだけの成果はあるのかなという感じですね。で、24ピン PCI の8ピンと、8ピン ×2 ですか、1本ですね。あと CPU の補助電源、こちらでも 30m 使っちゃってます。なんでね、他もっとやりたい方がいる方は、もう 40-50m ぐらい分買っておいた方がいいんじゃないのかなとも思います。こんな感じですかね。では、今回はこの動画の方を終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。